皆さんこんにちは、ビーレジェンド富田です。減量スタートから1ヶ月が経過しております。毎朝体重を測ってビーレジェンドアプリに記録するルーティーンは変わりません。3月は2600キロカロリー摂取して約まあ3キロ落ちましたが、少しずつ落ちる幅が減ってきているので、摂取するカロリーに波をつけて体重を落ちるか試している最中です。4月中には、76.5キロまで落としたいなと考えております。カロリーに波をつけるって言っても、糖質の、ね、量でちょっと前後させてるだけです。体重の記録が終わったら朝食です。オートミールを、ね、ビビンバ風にアレンジしたものです。はい、数日分の、ね、減量食買い込んできました。これでだいたい3、4日分です。オートミール、アーモンドミルク、無糖です。これプロテイン割るとね、水に比べてかなりまろやかになるのでおすすめです。間食用のね、バナナであったりツナ缶、そして卵で、どうしてもね空腹が我慢できない時に0キロカロリーのゼリーで、カツオとかですね、まあ大体ねこんな感じのものを減量中は食べてます。はい、低温調理器で鶏むねのね仕込みを行います。今ですね、62度ぐらいに設定して水を温めているところです。で、とりあえず3日分ですかね、600グラムずつ、まで300グラムずつぐらいに分けて、それぞれ10分、6分みたいなものに入れました。まあ、大体1日600グラムずつぐらいですかね。で、これが準備できたら入れて、大体1時間ぐらい入れておきます。3日分もまとめて作っちゃいます。低温調理器で作った鶏ハムも最高に美味しいです。本日はビーレジェンドジムでトレーニングです。会社の、ね、近くにあるジムになります。マシンはこんな感じです。パワーラックであったりスミスマシン、そしてねエレコのベンチ台なんかもあります。本格的なね筋トレはこのジムでスタートしたので、自分にとっては本当に思い出の場所になってます。ビールジェンドプロテインなんかもね買えますんでね、お近くの方はぜひお立ち寄りください。他のねお客様のトレーニングの邪魔にならないように、空いている個室で腕トレーニングをします。まずはねちょっとアップからね始めていきたいと思います。ウォーミングアップ大切です。で、当初は結構重りをガンガンにつけてこう重量を扱うっていう感じで腕のトレーニングもやってたんですけれども、まあ、それをこう続けているうちにね、結構肘にね負担がかかって、肘が痛すぎて他のトレーニングができないっていうようなことが起こってきたんで、もう最近はね本当重量を少し軽くして、まあできる限り丁寧にねこう扱うっていうトレーニングを繰り返しているような最中です。まあその中でねこう重量を積み重ねていけるように日々こうトレーニングをしているような感じです。本当にね、自分の体の中で腕はね、一番ね、弱点の部位だと思ってるんで、まあ本当最近になって、こう腕の日を作って、結構重点的にトレーニングしてるような感じです。まあ、結構肩とかにね、負荷が逃げちゃうタイプだと思ってるんで、まあ、日々どうやって腕に効かせれるかっていうのをね、探求してトレーニングしてるようなところになります。まあ、そういう、なんていうんですかね、探求するのがね、トレーニングの楽しいところかなっていうふうには個人的に思ってます。で、まあどの部位のねトレーニングにも共通することなんですけれども、まあ1種目目はね、結構ミッドレンジ種目でね、こう自分が扱える範囲の重量をしっかり扱って、で、まずその対象部位をね疲労させるっていうことを意識して自分はトレーニングしています。だから1種目目はね結構重さを扱ってねしっかり回数を行うっていうようなトレーニングが多いです。3頭でしたら結構このねスカルクラッシャーでねしっかりとまず3頭を、ね、追い込んでいくような感じですね。で、まあその後にねストレッチ種目とかね、まあ、コントラクト種目とかで追い込んでいければいいかなというふうに考えてます。
大体ね、こういうミッドレンジ種目を、まあ、扱える重量でね、3セットぐらいやるのが、自分のね、ルーティンになってます。まあ、できる限りね、回数を落とさずに、対象筋だけで上げるっていうのを意識してやってます。まあ、最後の方はね、やっぱりちょっと疲労してきてね、回数が落ちてくるんですけど、回数が落ちてきたらね、ちょっとチーティングとか使って、まあ、ネガティブを耐えるような意識で行います。で、1種目目のね、5ミッドレンジ種目っていうのは、やっぱり結構回数をね、やりたいっていうところもあって、結構インターバルはしっかり取るようにしてます。まあ、腕とかでしたらね、まあ、3、4分でいけるのかなっていうところなんですけど、結構ベンチプレスとかね、スクワットとかになってくると、まあ、4分、5分、しっかりね、インターバルを取る形で、で、しっかりとね、回数をこなせるように行います。まあ、2種目目とかね、3種目目になってくると、インターバルの時間はね、もう少し短くなるんですけど、まあ、1種目目に関しては、しっかりインターバル取って、重量をね、しっかり回数上げれるように取り組むような感じです。はい、次はね、イージーバーのフレンチプレスを行っていきます。さっきはねミッドレンジ種目でしたけど、次はねしっかり三頭筋をねストレッチさせるイメージで行っていきます。結構ねここでね重さを扱ってね肘が痛くなる人が多いと思いますんで、まあ自分がね扱える重量でしっかりストレッチさせることを意識させればいいのかなと思ってます。ねすごくきついんでね、顔がこう険しくなったり不細工になったりしますけど、その辺は気にせずガンガンに行っていきます。はい、このねイージーバーフレンチプレスもだいたいね3セットぐらいですね、自分が使える重量でしっかり行っていきます。はい、横の角度から見るとね、こんな感じですね。まあ、できるだけね、肩とかね、肘の支点っていうのを動かさずに、しっかりね、三頭の部分をこうストレッチ、伸ばすね、イメージでやってるんですけど、まあ、多少やっぱりこう重さに引っ張られて、後ろにね、行っちゃったりするんですけど、まあ、その辺動かさないように、しっかり三頭だけをストレッチさせて、また三頭の力でね、上に戻していくっていうのを意識おります。こう見るとあれですね、ストレッチが甘いように見えますね。まあ3セット目なんで上位強っていうことで、はい、3種目目は、まあ、プレスダウンですね。まあ、ミッドレンジとストレッチ種目で行ってきたんで、次はもうコントラクト種目ですね。まあ、三頭筋のね収縮をね意識して行っていきます。こう押し切った時に、ね、三頭がキュッとこう引き締まるようなイメージを持って、このケーブルをね、押してる感じです。これも一緒ですよね。できるだけね、こう三頭筋のね、力だけで、しっかりとこう、キュッとね、収縮できるようなことをイメージして行っていきます。もう本当にね、重量
扱っていくとね、結構なんていうんですかね、視点がずれて、こう三頭筋じゃないところとかでね押してるイメージがあるんで、まあそんなにね扱う重量は重くないんですけど、まあ、ここの重量をね自分が扱える範囲でこう重ねていけるように日々トレーニングをしているような感じです。少しずつね三頭筋がやっぱり張ってきてますよね。さあ三頭筋のね3種目目プレスダウン3セット目ですね、まあ、これでラストですね。しっかり追い込んでいきましょう。これも肘をねできるだけ前後に動かさないように三頭筋の力だけで押し切る、それをね意識してやっていきます。さあ次はね三頭筋が終わったんで、まあ、二頭筋に移っていきます。まあいつもはね結構イージーバーとかねストレートバーとかでこうアームカールしたりするんですけど、ちょっと今日はね刺激変えるためにケーブルでねこうケーブルカールっていうのをやっていきます。これもねさっきの三頭筋と同じようにできるだけね肘の支点っていうのを動かさないように二頭筋の力だけでカールしていくことをイメージして行っていきます。やっぱりね最初はだんだんね最初の方は肘を動かさずにカールできるんですけど、しんどくなってくるとねだんだん肘がね動いていきますよね。それをねできるだけ動かないように二頭筋の力だけでカールできるように意識していきます。結構ね高重量使うとねやっぱりこの肘の支点っていうのがねずれてくるんで、まあ、今はねこうできるだけ二頭筋の力だけで上げれるような重量を重ねていくことを意識しております。ケーブルカールでね、こう二頭筋を追い込んだ後は、まあ、こちらのね、ベンチをね、インクラインのね、傾斜をつけて、まあ、次はね、二頭筋をしっかりストレッチさせて、で、収縮をしていく、インクラインダンベルカールですね、こちらで追い込んでいきます。でね、こちらね、ダンベルをね、ドロップしてね、最初ね、これ大体12キロぐらいですかね。12キロぐらいで扱っていけるところまで行って、で、ちょっとチーティング使わないとね、難しくなってきたら、もうそこで終了して、で、またね、重量を落として、しっかりとね、またね、カールしていくっていうのでやってます。これ多分12キロとね、多分7キロぐらいですかね。重さをね、落として、またねしっかりとカールしていくような感じで行います。本当にねこのドロップセットってねすごくしんどいんですけど、まあねしっかりカールできるようにね追い込んでいきます。まあ、ここのねところではねこういった形で重さをね手動でね変えてあげなくちゃいけなかったんですけど、まあ、他のジムとかでしたらねパッとねダンベルを持ち替えてできると思うんで、まあ、できるだけねこうインターバル開けないようにしっかりね二頭筋を追い込んでいきます。これもね同じですね、できるだけ肘のね支点を動かさないようにカールするイメージです。でしっかり二頭筋をストレッチさせるでカールするっていう形でね何回もね追い込んでいくような形です。しんどくなってきたらちょっとチーティング使ってあげて、でまたネガティブを耐えるような感じで行います。これがねほんとしんどいんですよね。よいしょ。
くし、ナイストレーニングです。で次はね、こういう形でね、ハンマーカールでね、さらに追い込んでいきます。でもほんと3種目目になってくるとね、こう結構収縮、肘の視点がね、自分はもう本当にブレてね、見時に効かなくなってくるんで、こういう感じでね、肘を当てて固定してね、できるだけこう二頭筋の力で上げれるところまで行うっていうような感じでやります。でそれでね、無理ってなった後にもうこういう形でね、インクラインのベンチに移動して、まあ、できるところまで回数を行うというような形で最後の追い込みを行っていきます。
トレーニングがね終わったら、まあ、自分はねこれあれですね、グルタミンをね必ず5グラムからね10グラム摂取するようにしてます。これはのビーレジェンドのねノベルティでもらえるセパレーションケースにねグルタミンを入れて持ってます。まあ、下にね多分 EAA とか BCA とかがね入ってるような感じです。結構なんていうんですかね、足の日とかするとねグルタミンはね多く 15g 飲んだりしますね。まあ、その辺結構疲労度によってね飲む量を変えてるような感じです。でこうトレーニング後にねせっかく鏡があったんでちょっとねポージングのね練習を行います。まあ、減量からね約1ヶ月とね多分1週間2週間ぐらいのね時期だと思うんですけど、まあ、少しずつ減量がね進んできているような感じで腹筋なんかもね少しずつ見えるようになってきています。まあ、大会までねあと大体3ヶ月ぐらいあるっていうことでねどれぐらい仕上がるか日々ねこうやって体をねボディチェックしながらトレーニングを行っていくっていうような感じですね。結構腹斜筋のね力の入れ方とかがね難しいですよね。この辺ねしっかり練習してね大会のステージまで改善できるように行っていきたいと思います。はい、次の日ですね、まあ、いつも通りのねオートミールの朝食を食べて、あの近所のね飛鳥にある坪坂寺にねウォーキングしに行きます。本当にあの桜がね綺麗な時期だったんで花見とねこう有酸素を兼ねて、ウォーキングです。本当にね桜が綺麗ですよね。でこの坪坂寺ではねこういうひな人形がね非常にねたくさん飾られておりました。で面白い取り組みというかねこういうおひなさんがねスタバ持ってたりなんかねピザとか持ってたりね本当になんていうんですかね面白い取り組みを行っておられました。本当に桜が綺麗でねウォーキングもね全然しんどくないですよね。県外の方とかもねぜひね桜の時期なんかに来られるのもね非常にいいかと思います。こういうね大仏とかもねたくさんあってね本当に見どころがねたくさんありますんでねぜひねお立ち寄りいただければと思います。本当にひな人形多いですよね。これは本当に圧巻としかね言いようがなかったです。まあねこういう感じでね神社の中もね神社じゃないですねお寺ですね、お寺の中もね本当に綺麗に桜でね咲き乱れておりました。でお昼ご飯ですね、いつも通りのねオートミールとね鶏むね肉と、まあ、ゆで卵ですね、これを食べるっていうような感じです。本当にね花を見ながらね食べる昼食もね最高ですよね。でこんな感じでね近くに菜の花も咲いてて本当に自然豊かでね奈良っていいところだなと思います。